もギターがね下手くそですけど、ギターが大好きでね、もう結婚するまで20年前まではね、もう貯金が全くないくらいギターにお金使ってました。でも娘が20歳になるんですけどね、まあ結婚してからは買えないんですけどね、ギターっていいなと思いますね。いつまで経っても欲しいですね。でここに来るとね、あ、興味あるギターやと思って、お、ブレーシングのテイラーやとかね、このヤマハのね、新技術どうなんかなと思ってたんですけどね。ちなみにこれはね、今年亡くなった谷村新司さんのね、陳平モデルって言われるね、ギターなんです。で、これはね、はからんだって、合板ですけど、はからんだっていう気が使われてて、まあ、あんまりね、弾くことなかったんで、今年はね、これ、ちょっと日の目を当ててあげようかなと思ってね、今日持ってきました。ちょっと暗い歌ですけど、2曲目。あの命、この命、どちらがどれだけ重いんでしょう。何もかも消えてゆく、せめてあのぬくもり36時間の手術の末に、最新の医学に救われた一つの小さなその命に、誰もが涙を流してた。翌日ある街に朝早く、最新の爆弾が落っこちて、あっけなく吹き飛んだ多くの命を、誰もが知らないまま時が過ぎる。あの命、この命、どちらがどれだけ重いんでしょう。いつかあなたと触れ合った、せめてあのぬくもり、踏み出すたびに重いリュックが揺れ、その底にあの人の手紙と写真、現場でためらうことは許されず、こっちの愛のためにあっちの愛を消す。あの命、この命、どちらがどれだけ重いんでしょう。愛しいものを初めて知った、せめてあのぬくもりを永遠に。あの命、この命、どちらがどれだけ重いんでしょう。
稲葉さんが作ったね、あの命この命っていう歌です。